映画賞下町探偵団源さんです。今日はね、富岡八幡宮のおみこしちょっと見に来てるのだ。ありがとうございます。どうも皆様、本日は早朝からお暑い中大変ご苦労様でございました。ただいま宮司さんからもお話ございましたように、きっと皆様方は今回はご自分たちの手で八幡宮までおみこしを飛ぶできると期待していらしたと思いますが、コロナのためそれも叶えなくなってしまいました。二宮のおみこしも平成30年町を回ったのを最後に町に回っておりませんし、連合とも中止されております。しかし今回形は違いますが、こうして皆様の町におみこしが回ることができました。初めの一歩だと思っています。大変小さい一歩なんですが、これから先進んでいくためには重要な一歩ではないかと思います。今後も富岡八幡宮の例大祭例祭が盛大にそして安全に執り行われるよう心から祈念するとともに、皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございました。函館市長、函館協会会長、村松様にお願いいたします。木遣りの先導がございますので、よろしくお願いいたします。他と同様に永代橋に向かう勝木手の方は函館公園に集合してください。永代橋に向かう勝木手の方は函館公園に集合してください。よろしくお願いします。今ね、担ぎ手の方って言ったと思うけど、今年はご多分に漏れず車なので、ほぼ車で永代橋を渡ってからちょっと担ぐらしいんだけど、まあ残念ちゃ残念だけどしょうがないよね。なんか全然説明はしないんで軽く説明します。富岡八幡宮は3年に一遍のおみこし、町みこしがあって宮みこしがあって子どみこしがあって、3年に一遍ずつ、巡り回ってます。で今年は宮みこしなんだけど、宮みこしが、このように車で運ばれてると。で宮みこしっていうのはお宮さんが持ってるおみこしだから当然1台しかなくて、1台1機しかなくて、それをみんなで順番に、各町から自分の町会に来たら担ぐ、そんな感じです。で、各町会一応回るんだけど、さっきも言ったように車で、なんかね情報が錯綜してます、すいません。おみこしね、全くやらないとか全くやるとか部分的にやるとかいろいろ情報があったんだけど、結局なんか全く担がないになったらしい。もう富岡八幡宮の
鳥居の前に来ちゃってます。私も来たし、おみこしも来ちゃいました。でもまあ車で追っかけてたんだけど、お回りください。結構続いて、たくさん皆さんお見えになって応援してるって感じですね。そうか、では皆様ご一緒にお参りします。まずは二礼いたします。僕は拍手いたします。ちょっとは担ぐと思ってたんで残念だな。はい、失礼いたします。ありがとうございました。お気づきまして、お互いいろんな状況を見られたらございます。あのね、富岡八幡宮って大きいからエリアがあって、1部会、2部会、7部会まであるのね。で多分ちょっとわしはっきり情報つかんないわしが悪いんだけど、各部へ行って各部へ1回止めて、でこんな感じです。頑張りましょう、ありがとうございますみたいなことを各部7つの部でやってた感じかな。メディアが集結してる。タウンシップ側は来た？車で回ってるタウンシップ。ああカメラがすごいね。人のことは言えないけど。叩く叩く。お手頭を拝借。よー！ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。でもさ、まあ、おみこしは。それではサンドの方開けていただきます。よろしくお願いいたします。サンド開けます。おみこしは担がないけど、結局昨日あたりからいろんな行事をやってるのね。なんとか奉納イベントっていうのかな、たくさんやってるから、そういうのを見ても楽しいんじゃないかな。ちょっと下ろし方わかんないけどうるせえな、無理だっつ。こんにちは。もう中央部行ったんですか、ね、これ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。すいません、失礼します。あ、これはこれと入るの？おお。終わってから。少し行くよ。境内では合気道かな、演舞やってる、まあ、こういうのを見ていただいて気を紛らわしてくださいませ。でもやっぱ本当に担がないとはいえすごいな、まあ、この間の鳥越はもっとすごかったかもしれないけどな。すごいよね、縁日もこんなにたくさん出てるし。あ、縁日の数はそんなすごくないもっとすごいとこたくさんある。まあとりあえずもう1ヶ月前に数がない決まりましたよ。鈴木さん何やってんですか、下町探偵団しっかりしろよとか
知り合いに何人か会ったらみんなに言われちゃったそうか、担ぐと思ったんだけどな、ダメだったか。上面買いに行ったら他にも買いに行こうね。で、迷子にならないように亀戸は担ぐって聞いてんだけどな、再来週本当に担ぐのかな。今年はさ、まあ、コロナもあって見落としてのよ、いくつか高木神社とかさ、墨田区の方の神社いくつか見落としてて、見落としたのに借りてこう担いでるんだよね。ちょっと担ぐとこ見たかったけどな、残念だな。八幡様行ってそれからぐるってまた各部を回るようなことをどっかで見たような気がする。運行図は、ね、持ってるんだよね一応ね。そんな感じかな。ベイネットも放送してる、すごいぞ。うん、まあいいや、ベイネット。まあじゃあうちの方はこれでおしまい。あ、なんか入ってきたじゃん、くるくる回ってるよ。参道でこう泊まってくれる方がなんかありがたみがあるね。これでいいのだ。